4月は7人でスタートしたキリン組、少しずつお友達が増え、今では11人となり、保育室からは毎日元気いっぱいに遊ぶ声が聞こえてきます。想像力豊かなキリン組の子どもたちはいろいろなものになりきって遊ぶことが大好き。今日は何に変身するのかな。元気いっぱい一生懸命な姿を最後まで応援してくださいね。次に入場してまいりましたのは3歳児うさぎ組です。元気いっぱい笑顔いっぱいのうさぎ組の子どもたち、運動会に向けてドキドキワクワクしながら今日まで一生懸命練習してきました。子どもたちのかっこいい姿、かわいい姿をご覧ください。続きまして2歳児レス組です。運動会の話をすると、やりたいととっても楽しみにしていた一組の子どもたち、お友達との関わりも増え、一緒にしようと支えかける姿も見られるようになりました。今日はどんな姿を見せてくれるかな、楽しみに続いてくださいね。